全日本大学女子選抜駅伝競走富士山女子駅伝は30日、静岡県富士宮市、富士山本宮八様大社前から富士市、富士総合運動公園陸上競技場までの7区間、43.4キロで行われ、名城大が2時間22分24秒で4年連続10回目の優勝を飾った。2位に大東文化大、3位には日体大が入った。名城大は1区、4.1 キロの谷本七星、1年、学館賞を獲得してトップ発進すると、2区、6.8 キロ、日本選手権1500メートル8位の高松智美無線美、4年、学館6位で順位をキープ。3区、3.3 キロの井上波南、4年、4区、4.4 キロの日本選手権1500メートル6位の山本有馬、4年、が連続区間賞で後続との差を広げた。最長区間の5区、10.5 キロでは、主将で日本インカレ1万メートル4位の和田有奈、4年、が区間新、区間3位の力走を見せ、6区、6.0 キロの増渕優香、2年、も安定した走りで1位をキープ。最終7区、8.3 キロ、で、7月に1万メートルで31分22秒34の学生記録、当時、をマークし来年のオレゴン世界選手権の参加標準記録を突破した小林成美、3年、も区間賞を獲得してトップでゴールテープを切った。